OB 監督と呼んでほしいそうです。プロ野球独立リーグ火の国サラマンダーズは今日新監督の就任と新入団選手の発表会見を開きました。来シーズン新たにチームの指揮を取るのはアメリカ出身のロバート・ローズ監督。プロ野球横浜ベイスターズで首位打者のタイトルも獲得したことのあるその打撃理論でサラマンダーズを打のチームにしたいと意気込みを語りました。Well, for the same reasons, because I'll be able to like freelance my job here and be able to help these guys in a way that I wouldn't be able to if I was affiliated with the team. And I think that's a better situation for me overall. また、新入団選手として、秀岳館高校で甲子園にも出場した大河選手が、熊本での活躍を誓いました。